どうもプラルでございます。今回もやっていきましょう。ということで今回もですね、引き続き2人でにゃんこ大戦争の方をやっていこうかなと思うんですけれども、今回はですねついになんと脱獄トンネルの方にたどり着くことができましたので、今回はですね、脱獄トンネルの方行きたいと思います。じゃあとりあえずですね行きましょう。はい、星2ということで、まずですねこちらギルティから行きたいと思うんですけれども、とりあえずですね、ちょっと出てくるね、キャラクターの方をちょっと確認したいと思うので少々お待ちください。ということでとりあえず出現する敵の方を確認したところ、とりあえずですね、白い敵、ダチョウの方が出てくるんですけれども、とりあえずですね、前回使ったパーティーのままでいきたいと思います。多分これで勝てるかなと思うんで引き続きやっていきたいと思います。ちょっと待って、アイテムの方がちょっと、スピードアップだけ使っていきたいと思います。じゃあ早速いってあかん。それでは早速いきたいと思います。じゃあ行きましょう SG。 はい、ということでいきましょう。ということでちょっと待ってやっぱりなんかスピードアップいらない気がしてきたな。まあ行きましょう。でとりあえずですね、最初の方はあれですね、お財布ダメがかなりできるかなと思うので、とりあえずガンガン出します。はい、でとりあえずレベルマックスの方までいけそうな気がするんで、とりあえずアグラゴだけちょっとガンガンいきます。はい、よし OK、 マックスいきました。ということであとはダチョウの方が出てくるんで、それになんとかね、対策して、そうだな、これでなんとかなるかなと思いますね。ニャンマがあともう1体ぐらい出せればなと、あとは最悪ね、ムートの方で、壁が薄いとちょっとムートの方がね、ちょっと残念な形になっちゃうと思うんですけども、よしじゃあこれでいきましょう。2体、いや3体だ。5かな、ちょっと怪しいな。さてニャンマ消えてたんだけど、2体目は出せるかなって思うんですけども、ちょっと待って、やって、これ結構やばい。ちょっと待って、ミュートでなんとか、入れない。よし、OK、一応1回は、待って、ちょっと待って、やばい、結構やばいかもしれない、嘘、舐めてかかってたんだけども、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、嘘でしょ。うっそ。さあということでリベンジしていきましょう。一応ですねニャンピの方をとりあえず積んであるんで、結構ねあれですね、ダチョウが出てきた瞬間かな、お財布がかなりね、余裕になった瞬間もニャンピで、放置っていう感じで、行きたいなと思います。ということで最初の方は基本的にはね、お財布ダメということでちょっと様子の方を見ていきましょう。一応最初の方なんでね、結構ね、お財布の方がマックスの近くなるかなと思うので、そこからですね、よし、OK、ここからですね、じゃあどうしましょうか、完全放置いっちゃいますか、この辺から。じゃあ、とりあえず、もう放置していきたいと思います。どうしようかな、スピードアップなしでいいか。これで、見守りたいと思います。じゃあ、ちょっとコントローラー置いて、見ていきましょう。さあ、どうなりましょうか。多分ムートがね、多分すぐ終わるかななんて思うんですけれども、ほらね、ということで、とりあえず火力が高めのね、キャラクターの方を積んであるんですけども、これで多分なんとかなるかなと思います。はい、ちょっとねダチョウの方がなかなか厄介かなと思うんですけれども、今のところは大丈夫かな。やっぱね、ニャンピ積まないと厳しいな。さっきのパーティーに関しては、とりあえずニャンピ積んであれば少し変わるかなと思うんですけども、やっぱ手動の場合はね、難しい。タップでできればいいんですけどもね、コントローラーしか今現在できないんで、そう考えるとね、ちょっと難しいかなということで、やっぱりそうですね、こんな感じで。このパーティーでもやってきたとりあえず、普通に。次のステージが何でいけるかわかんないんですけども、それちょっと見せていきたいと思います。ということで終了でございます。じゃあどんどんいきたいと思いますよ。
はい、ということで次はですね、実刑判決の方ですね、こちらの方なんですけれども、まあちょっと出撃する敵の方を確認したところ、赤顔の方が出てきたりと、まあ、黒い敵と赤い敵の方が出てくるので、まあとりあえず赤い敵対策系のパーティーで、行きたいと思うので、まあこれも行きたいと思います。じゃあ行きましょう、出陣。はい、ということでとりあえず最初の方もね、スピードアップ使いたいと思います。待ち待ったよ待ったよ、このままちょっとね舐めてるとね、やばいものになるんで、まあこんな感じでちょっと最初の方はお財布ダメしていきたいと思います。まあ、こんな感じでやっていけば多分大丈夫じゃないかななんて思うんですけども、またひたすらちょっと壁出して、これは様子見たいと思います。はい、赤顔の方はとりあえず多分そうだな、まあ白叩けば多分出てくるかななんて思ってるんで、そのタイミングで、あ、ちょっと待って、カサリゾが消えた。カサリゾ多分1体ぐらいでいいんだよね。2体出しちゃうとちょっとね、かなり押しちゃうかなと思うんで、まあ、こんな感じで、様子を見ていけば多分大丈夫かなと。あ、2体出しちゃった。まあいった、その辺からいっちゃいますか。じゃあスピードアップ切ります。じゃあここからいきます。じゃあ赤川対策、とりあえずアップル出しの、どうしようかな、サンディアいるかな。とりあえず出しとくか、財布に余裕があるんで。で、あとはこのまま突っ込んでって、で、ムートの方はちょっと後々行こうかなと思います。そろそろ出てきたらあれかな、ちょっと取り巻き次第で、前線が微妙なんですけれども、これじゃあこの調子でいきたいと思うんです。じゃあ引きます。はい、さあ行きましょう。ちょっと多分強化されてる気がするんですけれども、まあ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 、めげずに行きたいと思います。はい、よし、とりあえずノックノックしたんで、あともうちょいかな、あともうちょい行けば多分勝てるかなと思うんで、さあ頼むよ。よし、オッケー、昼が問題ないから、わら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 ってなったけど、ウサギめっちゃいるんだけど、待て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 、なんかニャンピューとスピードアップがあるとすごい楽なステージばっかだよな。本当にね、これコントローラーでやるとめっちゃカチャ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 ってなるんだよね。これがなかなか、タップでやるとね、全然そんなことは気にしないんですけど、これはちょっとね、なかなか大変なところで、あ、次セーブ行っちゃったけど、あ、微妙なところだ。まあもう問題ないでしょ、ミュートの方が全然バリバリ元気なんで、まあこのままね、出撃制限食らいながらもご利用していければ問題ないかなと思います。はい、ということで終了でございます。はい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 、はい、ということで次はですね、ハリートンネルということで、とりあえず、コアラッケの方が出てくると思うんで、とりあえず波動対策ちょっとね、入れながら、まあ前回とあんま似たようなね、いろいろパーティーで多分やっていくと思うんで、このまま行きたいと思います。じゃあ行きましょう、出陣。さあさあ、とりあえず行きますよ。最初の方もね、このまま多分お財布ダメできるかなとは思うんですけども、このアヒル野郎が出てきましたが、気にせず行きましょう。どうしようかな、このままずっと壁出しながらこんな感じで受けそうな気がするんだけど、無理かな。あ、やべ、ヒロゴリ出てきた。ちょっとスペアップ切るか。ちょっとお財布ダメが厳しそうな予感がしてきましたね。まあでも、コアラッキョなんで、問題ないかなと。一応、ネコタコも積んであるんで、あーやべ、吹っ飛ばされちゃったよ。まあ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 。まあ一応、前線維持の方は問題ないんじゃないかなとは思うんですが。よし、じゃあ、このまま行きましょう。もうご了承で行きましょう。ちょっとミュートの方はとりあえず、微妙なところなんですけども。あとは、ガオかな。ガオ出せれば、多分、こっちは大丈夫かなと。ちょっとお財布の方がちょっと微妙なところなんですが、よし、あ、やべ、ムート出しちゃった。待って、間違えたんだけど、やべ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 、なんで出したのか理解ができないんだけど、まあいいや。とりあえず前線に猫タコがいれば少しは大丈夫かななんて。よし、じゃあこのまま行きましょう。出せるキャラクターをどんどん出して、お財布の方も多分とりあえず問題ないんじゃないかなと思ってるんで、このまま行きたいと思いますよ。さあ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 、お、あ、コラッケ出てきてるね。何体も1体か。まあ取り巻きも微妙なところですが、まあミュートもいなくなってた。気がついたらいなくなってた。あ、2体いるんだな。ってことは次の難易度になるとあれだな、3体揃いってことか。いやー、どんどん難易度が上がってきますね。え、3体いるんだけど、ちょ、待って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 、聞いてない聞いてない聞いてない。このままこのまま行こうこのまま行こうこのまま行こう。これは別にコアラッケ倒さなくても、すぐさえ倒せれば問題ないんで、いけるよね。よし、オッケー、問題でございないね。はいはいはい、
はい、じゃあ次ですね、夜のシジマなんですけども、とりあえずちょっとね、メタルですね、メタルゴマとかカバとかね、あとはあとハイエナジーだったっけな、あれがちょっと出てくるんで、ちょっとやばい気がしてきたので、とりあえずネコボンとですね、スニャイパーではなくてニャンペですね、ニャンペ使ってもうとりあえずちょっと放置でいきたいと思います。まあ最初の方は多分調整して、その後に放置でいきたいと思うんで、このままいきたいと思います。じゃあいきましょう。主人意外と今のところは問題ないかななんて思ってるんですけれども、これはどういうタイミングで出てくるんかな。まあ一応ネコボン積んであるんで、まあ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 大丈夫かなとは思うんですけれども、最初の方はできればね、お財布ダメをめちゃめちゃしておきたい。で、溜まった段階であとはね、普通に放置できればなーなんて思ってるんで、あ、でもこれはいけるかな。じゃあちょっともうこの辺から放置します。はい、でスピードアップ切ります。はい、いただきます。ということで、多分これでも最初の方問題ないかなと思います。で、あとはとりあえずクリティカルが出せればいいかな。ハイエナがちょっとね、ネックなところなんで、まあそこはちょっとね、まあ見守っていきたいと思います。はい、ただネコボン積んでるのはちょっとチートなんですけどね。ネコボンはねチートすぎるんですけれども、まあちょっとね、早めにクリアしたいんで、ちょっとアイテムの方を使用させていただきます。ハイエナまだ出てる人ないね。これはあれか、後のタイミングで出てくるのかな。それで時間だったら早めに倒せればもう文句なんですけど、いやークリティカルが全然出ねえぞ、全然クリティカルが出ねえぞ。待て、怪しい。せめてガオーもクリティカル出していただければすごく楽なんだけど、全然クリティカルが出ないけど大丈夫かな。やばい、結構やばいんだけど、待って、やっぱ強えな。まだもう一回か。よし、オッケー。ってことは、ハイエナはこのままいければ勝てるか？いけるか。時間だったらいける。時間だったらもう少しでいけるんだけども。あ、いけそうじゃないこれ。ほら。これはハイエナの心配全くなかった気がするんだよ。いやー、これ猫もいらないぞ。全くいらなかったな。なんだ。よーし、大丈夫だ。よかった。はい、ということで、シでございます。いや、どんどん行きますよ。はい、ということで次はですね、落とし穴地帯ということで、ちょっとこれもね、結構なかなかね、ちょっと難しそうなんで、ブラックマがちょっと出てくるんですけども、これはもしかしたら時間差なのかちょっと覚えてないんで、とりあえずちょっとこのままね、まあ、いやパーティーはこんな感じで、行きたいと思います。まあ一応ね、ブラックマ対策でとりあえず向き足の方を入れてあります。まあ無理だったらですね、ニャンコ砲の方を打てばいいかななんて思うんで、とりあえずどうしようかな。ニャンピ使っとこうかな。まあ最初の方は切ってね、あとは放置みたいな感じで、まあちょっと場面見てやっていこうかなと思います。まあネコボンの方はとりあえずなしで、いきたいと思います。じゃあ行きましょう。失礼。待って。こんなんだったっけ？とりあえず切って、もうひたすら壁でちょっとお財布ダメしよう。待って、これネコボン必要だったじゃん、これ。いや、何がネコボンいらないだろ。そう、マジか。ってことで、とりあえず、まあ、これだとね、時間かかるんで、こんな感じで、様子見ましょうか。いや、なんか、カオルくんとこの、待って、多くない。ちょっと待って。これ、いや、スナイパーとあれ必要な気がしてきたんだけど。とりあえず、ひたすらお財布ダメしよう。ほんと大丈夫か、これ。ほんと大丈夫か。怪しくなってきたんだけど。このブラックマンが出るタイミングはマジでわからない。とりあえず、まあ、ニャンコホの方は打てるんで、どのタイミングで行こうか。まだいけるよな、これ。できればな、ネコボンで一番最初にお財布マックスにして、ニャンピで、放置するのが一番ベストだかなと思ったんですけれども、じゃあ攻めましょうか、そろそろ。はい。ということで、ちょっと行きましょう。結構やばいかもしれない、これ。いやー、待って、これはやばいって。狭すぎるよ、これは。うわー、ちょっと待ってくれよ。ってことは、これ、遠方範囲がいれば、まあ、とりあえず、いやー、これきついって。いや、きつい。これはやばいって。待って、ブラックマンはまだ大丈夫なのかな、これ。
どのタイミングで出るんだか知らんけど。おー、これまさかなんか2度目の敗北が見えてきたんですけど。これは、とりあえずコニャンダムにとりあえずもう任せるしかないよね。うかつにね、あのね、ニャンコホは打てない。ちょっと抜き足出せてもね、あのすぐ倒れるんで、ちょっと厳しいかなって。どうだろう、コニャンダムの攻撃が無事入ってれば少し変わるかなって思うんですけども、ちょっとこれ無理だよな。壁をひたすら出して、で遠方範囲で攻撃していくっていうこれ戦略じゃないと多分無理だと思う。うん。まああとは最悪、まあ、ニャンピでなんとかできるかななんて思うんで、まあ、パーティー改善やるんだったら、ネコボン積んで、ニャンピで放置って感じが一番楽なのかなと。じゃあひたすらちょっと壁出します。この作業をずっと続けます。で、とりあえずコニャンダムが2回目出せれば、出して、もうずっとこの戦略でやっていければ、まあ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 って感じなんですけども、ちょっとどんどん薫君にね、距離の方を詰められてる状況なんで、どうしようかな。ちょっと、あれ待って、倒れたんだけど。いやー、これはちょっともう、絶望しかない気がする。とりあえず、カオル君さえ倒せれば問題はないとは思うんですけども、ノックバックすらしないこの状況、結構やばいぞ。どうしよう、これはちょっとやめとくしかない気がしてきた。きついよ。じゃあもう、ニャンピに任せて、もう見守るだけです。はい。ということで、もう多分もうね、もう見えてる見えてる、結果は見えてるから。とりあえず見守ります。はい。もう無理じゃんこれ。これもう無理じゃないこれ。はい、ということでいきましょう。さあ、ということで、とりあえず本日2回目の敗北を喫しましたが、とりあえずめげずに行きますよ。で、とりあえず最初の方はね、まあ猫も積んであるので、お財布の心配は多分少しないかなと思うんで、とりあえずひたすら、お財布ダメします。はい。なんか結構長年戦ったところではね、ブラックマンの方が出てくる心配がね、なかった気がするんで、とりあえず貯められる分だけ貯めて、で、とりあえず今回結構壁の方積んであるんで、遠方範囲の方でなんとか攻めてっていう感じで、行きたいかなと思うんで、とりあえず最初の方はね、こんな感じで様子見ます。はい。まあ最初の方は距離詰められるとか少しはあるけど大丈夫かなと思ってるんで、あともう少しだな。一番6000になったぐらいでとりあえずもう放置しちゃうかな。で、まあスナイパーの方もね、積んであるんで、まあ少しずつダメージの方は与えられてるかなと思うんで、よし、じゃあこの辺からいきます。はい。じゃあ放置いきます。いきまーす。あ、待って。スピードアップ来ます。はい。さあ、ということで、ここからどう行くのか、まあひたすらもう壁出すんで、多分問題ないかなと思うんで、あとはもう見守るだけなんですが、まあ攻撃の方がやられたらもうね、おしまいということで、もう早速ノックバックしましたが。さあ、もう、かなりカオスな状態にはなってるんですけれども、さあ、すごいぞ、この光景。なかなか見ない光景なんですけれども、いきますよ。あれ待って、結構やばくない？結構やばくない？てかなんかさ、多くね？こんな多かったっけ？結構、あ、待って、嘘、ガネーシャが終わった。なんかノックバックしたけど、あれってスニャイパー臭いよな。うわ、マジか。これでもってしてもこれか。いやー待って、結構えぐいって。ダメージちゃんと入ってるんかな？あ、でも意外と、怪しい。めちゃめちゃ怪しい。どうしよう、とりあえず、壁、薄ないこれ。あ、オッケー。微妙になんかノックバックしてるな。ちょっとカオル君が邪魔。めちゃめちゃカオル君が邪魔なんで。ここが抜けられれば。え、これ星さんのステージなかなか怖いんだけど。大丈夫かな？もう怖いんだけど。いや、いけなかったらもうこれもうあれだよね。コンティニューするしかないよね。まあ星あれの、あ、いけた、一応待って。黒沢の存在忘れてたんだけど。
待て、まあ一応でも遠方範囲がいるんで、まあ、問題ないかなと思うんですけども、あとえ待ってニャンコ、待ってニャンコ打っちゃったんだけど、ちょっと待って ちゃったってことはこれ嫌な予感してきたんだけど、とりあえず怠けさんが多分まあ先に倒せると思うんで、まあ、カオルは微妙ですね。そこがで一応まあ黒沢さんに関してはあーやばいかな、ただの空気かなと思ったんですけども、ちょっと微妙かな。あいいぞ、残るは2体だな。いやーちょっと待って、熊の方がどうなんのかわかんないんですけども、結構前線がひどいことにはなってるんですけれども、ちょっとあオッケーオッケー、ノックバックはしたけれども、やばい待ってよ、本当に待ってブラックマってさ、え待ってブラックマの準備してないんだけど俺、この状態で出されたら結構やばいんだけど、ちょ待って、早くヤンコ砲溜まってくれ、頼む、もしものために。ちょっと溜まった瞬間とりあえずヤンコ切るか、なんか怖くなってきた。しかもお財布の方もかなり厳しい状態なんですけども、そろそろカオル君倒せない、あもう溜まるぞ、溜まるな、溜まるからとりあえず一旦切るか。よし、オッケー。一旦ニャンと切ろう。オッケー。で、出てきたことのことを考えて、とりあえずもうこのまま行きます。多分そろそろ出てくるような気がするんですけども、まあ、大量が好きだった場合は、もう無理なんで、ちょっと他の対策を考えますけれども、まあ、とりあえず今のところはなんとか、一体だけとはね、思ってるんで。で、そろそろさ、もうカオル君終わりじゃない？いや、もう終わりでしょ。こいつ意外と HP あるんだよな、でけえ顔してるから。なあ、ほんとに。いや、ノックバックしてないですね。早く行ってくれよ。で、その終わった段階で遠方範囲出して、とりあえず。あ、一応でもカサリゾウはいるんだ。じゃあ一応なんとかなりそうですね。早く倒れてくれよ、この顔。お前目つぶってねえでよ。早く行ってくれよ。でも、もう多分50%は切ってあると思うんで、あとでも、コマンダムが何回か攻撃すれば問題ないんじゃないかなと思うんですけどもね。いやもう次なんだって大脱走は。ね。いややばいぞ。やばいぞこれ。大脱走がもう次だからさ、ここでさ、時間食ってる場合じゃないんだって。多分あれで時間食うのはもう間違いないんで。いやー待ってマジか。これやばくない結構。ちょっとガネーシャ大丈夫かな。とりあえずでもいいや、メガロでいいや。いやー怖え。とりあえず攻撃が入らないとやばいんで、うわー全然もうビクともしてねえなこいつ。際どい、なかなか際どいが、ちょっと攻撃してほしい。ちょっとタイミングが悪いんだよな。毎回さ、そこに入ると思ったら強さが攻撃するからさ、そのおかげで意外と壁というカサリゾウとかがちょっとやばい。てか待って、ブラックも全然出ればいいんだけど、なんだろう、これは一体何なんだか。え、こいつ HP ありすぎない？ちょ、星2でこれやったら結構やばいんだけど。やめてよ、マジで。もう。この野郎。まだ赤顔とかの方がね、まだいい。そろそろ頼むよ。もう 10% 切ったぐらいになってくれよ。頼むから。一応地道に壁たちがね攻撃してくれてるんだから。怪しいな。あでもとりあえず次コニャンダム出せそうだけど、でも全然あれだね、お財布の方が厳しいんだけど、 HP に関してはあれなんだけど、これどうしよう。なんか何とも言えないんだけど、この状態どうしようかな。多分メガに関してはもう多分カオル君の射程じゃないんだよ。だからそうなるととりあえずは、なんか倒れちゃったんだけど、すれば問題ないんだけど、待ってブラックマって本当にいくのこれ。
っしゃ、来た、なんとか倒せたよ。いやー、もういい。もういい。放置。いやー、クソ長かったんだけど、もう何だったんだよ、もう。いやー、疲れた。これさ、もう次多分大脱走は、ちょっと別にしよう。これかなり今長くなっちゃったんで、とりあえず、次回、大脱走やろうかなと思います。本来だったらね、1本にまとめるといいんですけれども、ちょっと時間の方が多分かなりやばいんで、次回、まあ、その分ね、長めに尺取れるんで、まあ、ゆっくりできるかなと思います。ということで、終了でございます。ブラックマンは何だったんだ？ということで、今回はですね、なんとか、大脱走まで来ることはできたんですが、まあ、ウルルン戦はですね、また次回ということで、ちょっとね、まあ、本来は本当にね、これで終わらせたくないんですけどもね、まあ、尺的な問題で、次回にね、させていただきたいと思います。ということで、まあ、次回ですね、もうウルンの方を倒して、で、またどんどん行って、コニャンダム戦ということで、どんどんね、早めに頑張っていきたいと思うんで、よければ次回も見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ビョーン。